すごいミストだけど大丈夫？ありがとう。平気よ。あれは浜関。どうかしら。あれほど大きな浜関があれば全てを滅ぼせるでしょうね。あなたが望むなら。
止め。震えろ。私は信じる、私自身を。とどろけ。殲滅する。オブレ。
みんな恐れるな、ラグマスカの王女よ。我らオキュリアはそなたのみを選んだ。力を求めるそなたの心、我らが聖なる力へ導く。絶対の塔に眠る天陽の舞を求めよ。それは全ての浜関の母、力の源。覇王の遺産など舞から切り取られた欠片に過ぎぬ。あれほどの力が。王子、我らは威張りそう救うべく、レイスルウォールを選んで剣を授けた。王は剣で眉を刻み、三つの浜石を得て覇王となった。その血を継ぐ者よ、父祖と同じ道を歩め。覇王の剣は、そのために。レイスルウォールとの古き契約は、とうに力を失った。そなたとは新しき契約を結ぼう。我らオキュリアの代行者たる証に、新たな契約の剣を授ける。天陽の舞を切り取って、浜関を掴むな。覇王と同じ力を手にし、ベーネスを撃て。ベーネス、あなた方と同じオキュリアです。異端者だ。浜関は我らに選ばれし者のみが手にすべき力だが、ベーネスは人間に浜関の秘密を教え、まがいものを作らせている。偽りの浜崎を掲げる者どもを許してはならん。我らが授ける真の浜崎をもって滅亡の罰。滅亡。帝国を滅ぼせと。人の子は常に歴史を狂わせる。短すぎる生命罵声、くだらぬ欲望に駆られ、過ちを重ねつつ、滅びへとひた走るばかり。我ら不滅のオキュリアが、無知なる人の子を導き、時には罰を下してこなければ、イバリスは塔に滅びていた。我ら不滅なる者には正しき歴史を定める義務がある。我らに選ばれし者には正しき歴史に逆らう者に罰を下す義務がある。王女よ、そなたは選ばれたのだ。国を奪った者どもに復讐を取り、旧国の聖女となれ。選ばれし者の義務を果たせ。何なんだよ、オキュリアってわけわかんない命令ばっかでさ。言われた通り復讐するの？え？我々にも声だけは届いておりました。彼らは神にも等しい存在かもしれませんが、殿下、私は反対です。帝国といえど滅ぼすなど。あ
ドクターシドはどうなったんでしょう。ここに来るって言ってたのに。確かに遅すぎるな。ああ、気づくのが遅すぎた。奴は来ない。俺たちは引っかかったんだ。ドラクロワを思い出せ。アーシェに石を手に入れさせたい、そんな口ぶりだったろ。だから浜関を見せびらかし、ギルベガンの話で俺たちを呼び寄せて、アーシェとオキュリアが会うように仕向けた。でも私たちが浜関を手に入れたら帝国の邪魔になりますよね。浜関同士がぶつかるのを見たいんじゃないのか。あいつの考えそうなことだ。天陽の眉を探すわ。歴史は人間が気づくもの。あいつの持論だった。オキュリアの石で動く歴史なんてあいつには我慢できないはずだ。あいつずっとベーネスと話してたんだな。おかしくなったんじゃなかったんだ。アーシェ王女と和解し、ダルマスカの独立を認めるべきです。対戦を防ぐにはそれしか。必要な戦いだ。そもそも彼女の方こそ心から戦いを望んでいる。我が国への復讐をな。僕は違うと思います。アーシェさんはそんな人じゃない。幼いな。どうして決めつけるんですか。ならばガブラス、ケイが見極めろ。アーシェ王女が求めるものが平和か、あるいは闘争か、その目で確かめてこい。我が国への復讐を望むなら切る。それでよろしゅうございますか。僕はあの人を信じてる。それにガブラス、ケイの目も。ケイにかけたい。ケイを信じる。よい。あんたの弟とは思えん甘さだ。ラサはあれでよい。ん？どうしたベネス。おお、餌にかかったか。早いな。王女がオキュリアから剣を授かった。不滅の神々が導きたもう正しき歴史を守る聖女。その手には新たな浜石か。オキュリアの石など馬鹿力だけでろくに制御できん出来損ないだ。所詮実験材料に過ぎん。あれのために国二つ攻めたのだぞ。ああ、犠牲には感謝しとるよ。おかげで人造浜石が完成した。優秀で確実な兵器だ。なあベーネス、わしはなかなかの弟子だろう。私は助言を与えたに過ぎない。あれを完成させたのは君たち人間の力だ。素晴らしいものだ。わずか6年で。人間の情熱は想像も不可能を超えて進む。人生は短いんでな。あんたら不滅の存在と違ってもたもたできんのよ。ああ、踏みつぶしてでも進まなければ何も成し遂げられなかった。あんたの仕事はこれからだ。神を気取るオキュリアの意志を超えて歴史を人間の手に取り戻せ。そうだ。ギルベガンにこもって不滅の時に停滞するゲルン王には
歴史を導く資格などない。メイ、君のために祈る。高みへとたどり着けるように。たどり着くさ、この私にふさわしい場所へな。天陽の眉は絶海の塔に眠るというが、心当たりは？レダスに聞いてみようよ。あいつ他の線とかなんとか言ってたぞ。奴に借りを作るのはどうもな。何こだわってんだ。風俗同士仲良くしろよ。お説教とは偉くなったもんだな。